SBGA211 表面仕上げとヘアライン仕上げを拡大してみた動画です。まずはベルトの表面仕上げとヘアライン仕上げの部分を見てみましょう。光を当ててみます。前回の SBGJ237 のステンレススチールのベルトに比べて、今回のブライトチタンのベルトは少しヘアライン仕上げの線が浅いような気がします。 GS のロゴのついたバックルです。光を当ててみます。 SBGJ237 とのヘアライン仕上げの比較です。止めてみます。SBGA211 の方が少しヘアライン仕上げの線が浅いような気がします。次はリューズのついている側の表面仕上げの部分に光を当ててみます。こちらも綺麗に光が広がります。リューズに光を当ててみます。 GS のロゴの後ろに細かな模様があります。リューズの左側にも光を当ててみます。光が綺麗に全体に広がります。光を少し暗くしてみると細かな磨きの跡が出てきます。ステンレススチールの SBGJ237 だとあまりわからなかったのですが、材質がブライトチタンだからなのかなぜかよくわかります。反対側にも光を当ててみます。こちらも綺麗に光が広がります。左側にも光を当ててみます。最後に感想です。表面仕上げは綺麗ですが、光を少し暗くすると磨いた細かな面がたくさん見えるのが興味深かったです。これからも参考になる動画、おっと思わせる動画、新しい発見の動画を投稿していきたいと思います。動画を気に入っていただけたらチャンネル登録もよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。